松田聖子さんが、こんにちは、皆さん。今回は日本の音楽界を代表する松田聖子さんと、彼女の娘である才能あふれる神田沙也加さん、そして関連する人物たちの物語を深掘りします。ジャズアルバムリリースから、突然の逝去、そして芸能界への意外な復帰まで、一族が歩んだ道のりには、喜びも悲しみも含まれています。この動画では、そんな彼らの物語を通して、芸能界の裏側に迫り、家族の絆の重要性を再認識します。さあ、この感動の物語を一緒にたどりましょう。まずは松田聖子さんのカバーアルバム聖子ジャズさんのリリースについてです。数々のヒット曲で日本のポップカルチャーに色濃い足跡を残した松田聖子さんが、2024年2月14日に久々の新作となるカバーアルバムを世に送り出しました。このアルバムは、彼女のデビュー40周年を記念した作品の続編であり、約2年半ぶりのリリースとなります。聖子ジャズさんでは、ジャズを基軸にしながらも、その幅広い音楽性を反映した選曲がなされています。特に注目されるのは、エリック・クラプトンの名曲、Tears in Heaven のカバーを収録していることです。この曲はクラプトンが亡くなった自分の息子を思い書き下ろしたもので、深い感動を呼び起こす作品として知られています。松田聖子さん自身も、この曲を通じて、どんなに困難な状況にあっても、人は前向きに生きていく力を持つべきだ、というメッセージを感じ取ったと述べています。このエピソードは、彼女自身が経験した試練や、娘との別れを乗り越える過程で得た教訓とも重なります。ファンにとっては、松田聖子さんがどのようにして、この曲に込められたメッセージを自身の人生と照らし合わせ、解釈し表現しているのかを知ることができる貴重な機会です。彼女の歌声からは、過去と現在、そして未来への思いが交錯する中で見出した希望と強さが感じられるでしょう。聖子ジャズさんは、そんな松田聖子さんの新たな一面を垣間見ることができる作品として、多くの人々に受け入れられています。次は、神田沙也加さんの逝去とその後の影響についてです。神田沙也加さんは、2021年12月、札幌市内の宿泊先ホテルでの不慮の転落事故により、TRAGICALLY 逝去しました。彼女は、松田聖子さんと神田正輝さんの間に生まれた才能あふれる女優であり、歌手、声優としても活躍していました。また、ディズニー映画アナと雪の女王のエルサ役で声優を務め、その圧倒的な歌声で多くのファンを魅了してきました。沙也加さんの突然の逝去は、芸能界はもちろんのこと、多くのファンに深い悲しみをもたらしました。彼女が残した作品や、その生き方は、今なお多くの人々に影響を与え続けています。沙也加さんの逝去後、彼女を偲ぶ声は絶えず、彼女が生前に示したプロフェッショナリズム、才能、そして温かい人柄を懐かしむ声が多く聞かれました。特に、彼女の逝去は、母である松田聖子さんにとって、計り知れない喪失感をもたらしたと言われています。母娘の間には過去に複雑な関係があったものの、沙也加さんの逝去は、松田聖子さんにとっても、再びスポットライトが当たることとなりました。その後の松田聖子さんの公の場でのコメントや行動は、沙也加さんへの深い愛情と、彼女を失った悲しみが感じられるものでした。神田沙也加さんの逝去は、彼女が残した足跡と、生きた証を通じて、今もなお多くの人々の心に深く刻まれています。彼女の存在が芸能界に与えた影響は大きく、彼女の死によって生じた空白は、簡単に埋められるものではありません。沙也加さんの逝去に対する反響は、彼女がいかに多くの人々に愛され、尊敬されていたかを改めて物語っています。次は前山武久さんの芸能活動再開についてです。2021年12月、神田沙也加さんの悲劇的な逝去の後、その恋人であった前山武久さんは、公の目から遠ざかりました。彼はその後、心身の不調を理由に一時的に芸能活動を休止しましたが、2024年2月、驚くべき形で公の視界に戻ってきました。前山さんはインスタグラムに個人アカウントを開設し、自身の33歳の誕生日を迎えたこと、そしてこれから自分のやりたいことを追求していく意向を明らかにしました。この突然の活動再開の発表は、ファンやメディアの間で大きな話題となりました。特に、前山さんが韓国での活動再開を示唆するような内容を投稿したことが、多くの憶測を呼びました。投稿には、韓国と思われる街並みの写真やハングル語の文字が含まれていたため、彼が韓国で新たなスタートを切る可能性が高いと考えられています。前山さんのこのような行動は、
神田沙也加さんの逝去によって受けた影響や芸能界での立ち位置を見直した結果とも解釈できます。彼はかつて女優や歌手として活躍する沙也加さんと共演する中で深い関係を築き上げました。そのため沙也加さんの逝去は前山さんにとっても大きな衝撃と喪失感をもたらしたことでしょう。しかし前山武久さんの活動再開は彼が経験した試練を乗り越え新たな人生のショーを開こうとしていることを示しています。ファンや関係者からは彼の決断に対して様々な反応が寄せられていますが、前向きなエネルギーを感じさせる彼の投稿は多くの人々に希望を与えています。前山さんの今後の活動がどのような形で展開されるのか注目が集まっています。次は松田聖子さんと神田沙也加さんの複雑な母娘関係についてです。この物語は才能豊かな母と娘の間に生じた時には熱く時には冷え切った感情の交錯を描いています。松田聖子さんは日本のポップカルチャーのアイコンとして数多くのヒット曲を世に送り出してきました。一方で彼女の娘である神田沙也加さんも女優、歌手、声優としてその才能を花開かせていました。彼女たちの関係において特に注目されるのは沙也加さんの恋愛が母娘の間に亀裂を生じさせたとされるエピソードです。沙也加さんが18歳の時、12歳年上のミュージシャンとの交際が始まったことに対して聖子さんは強く反対しました。この出来事は二人の関係に緊張をもたらし時には絶縁状態に近いほどの距離感を生んだと言われています。しかし沙也加さんの逝去後この母と娘の関係は新たな意味を持ち始めたようです。沙也加さんが残した作品や彼女の生き方は松田聖子さんにとっても彼女を見つめ直す機会を提供しました。母娘の間に生じた複雑な感情は沙也加さんの逝去を通じて多くの人々にその深さと複雑さを伝えています。神田沙也加さんの逝去は母である松田聖子さんにとって計り知れない喪失であったことは間違いありません。しかしその悲しみを乗り越える過程で聖子さんは娘との関係を見つめ直し沙也加さんへの愛と尊敬の念を新たにしているように見えます。この母娘の物語は試練を乗り越えた後に見えてくる愛の深さと人間関係の複雑さを浮き彫りにしています。いかがでしたか？今回ご紹介した松田聖子さんと神田沙也加さん、そして前山武久さんの物語は多くの人々に感動を与えるとともに芸能界の光と影を浮かび上がらせました。母と娘の複雑な関係、そして突然の逝去から芸能活動の再開に至るまで彼らの歩んだ道は決して平坦なものではありませんでした。あなたがこの物語から感じたこと、考えたことは何ですか？コメント欄でぜひあなたの意見や感想を共有してください。そしてこの動画があなたの心に何かを残したならぜひ高評価を押してチャンネル登録もお忘れなく。次回も感動と発見に満ちた物語をお届けしますので楽しみにしていてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。